ですね、何から喋りましょうかね。とりあえずですね、急に決まったライブで、なんかバタバタしちゃいましてですね、連絡もちゃんと行き届いているのかどうかも、分からなかったんですが、来てくださった皆さんありがとうございます。このブラウンがですね、今月いっぱいで、ここじゃなくなるということで、46年ですか、そうですよ、46年間、はい、46年間ですよ、ここにあってですね、なんかいろんな、人をずっと見てきたわけなんですが、その中の、後半のねちょっとだけ、僕もここでなんかまったりとしたですね時間を過ごさせていただいてですね、すごくありがたく思ってます。ここにあるだけでですね、ほっとするんですよ。僕も熊本には、僕福岡なんですが、熊本にちょこちょこライブで、来るんですが、ちょっと早めに出てですね絶対ここに来るんですよ。ママさんの顔見るとほっとするんですよ。なんかねそんな感じで本当いつもありがとうございます。ということで、僕と同じようにここによく入り浸っている富永健太と一緒にですね、最後に何かやろうんじゃないかということで、今日やらさせていただいておりますが、その健太はですね今いないんですよね。いるのかな、いないということでですね、ぼちぼち、そのグズグズ感がなんかこのブラウンライブらしいなとちょっとだけ思ってます。
切ない